毎度秋吉です。夏が終わって2022年秋がやってきました。まあ暑い夏が終わって涼しくなってきてバーベキューやるでしょ皆さん。バーベキュー今日はゲストにちょいちょい出ていただいております、はい、手打ちそば一元の店主エデさんです、はい、よろしくお願いします。エデさんね、実はこちらご覧ください。バーベキューピットボーイズというバーベキューのプロの団体に所属されている方なんです。で今日はね、秋のバーベキューでこうちょっとモテレシピといいますか、はいはい、サクッと作れて、まあ、ちょっとおすごいじゃんみたいな注目を浴びられるような一品メニューをエデさんに今日は教えていただこうと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあエデさん、早速今日教えていただけるメニューは何でしょうか。今日のメニューは、ビーフファフィータスです。ビーフファフィータス、メキシコ料理ですね。メキシコ料理、タコスみたいな、はい、はい、あ、いいですねこれ、秋でねちょうどいいじゃないですか。はい、美味しそうです。じゃあ、材料の説明に行きたいと思います。はい、はい、エデさん教えてください、はい、あ、今日はちなみに何人前を、はい、5人前ぐらいを。5人前、はい、サクッといけちゃうんですか、はい、あ、なるほど。じゃあ材料を教えてください。はい、まず、牛肉です。赤身の部分、もも肉等の赤身の部分を 500g ぐらい用意してください。 500g、 はい、はい、それから、フラワートルティーヤ、俗に言うタコスの皮ですね。それから、チーズ、これとろけるチーズ、とろけるチーズ、はいはい、刻んであるチーズなら何でもいいです、はいはい、それからまずレタス、はい、それからもう調理済みなんですけども、はい、パプリカ、はい、パプリカ2個ぐらい、2個ぐらい、玉ねぎを2個ぐらい、はい、あとお好みで、マッシュルームを入れてもいいですね。なるほど、はい、あとオリーブオイル、オリーブオイル、これがサルサソースですね。はい、サルサソース、サルサソース、あとこれがガカモレ、アボカドのディップです、はい、あとレモン汁と、はい、あとマスタード、はい、あとこれがお好みで辛いホットソースですね。おー、いいですね。はい、それから塩コショウ、はい、あと本来タコスのシーズニングを使うんですけども、今回ちょっとケイジャンのソースを使います。ケイジャン、これはスパイシーな、はいはいはい、香辛料ですね。ケイジャンソースです。はい、ケイジャンソース、はいはいはい、以上ですか。以上です。はい、では早速調理の方に移りたいと思います。エデさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速調理の方をお願いしたいと思います。はい、はい、ではまず何をやりますか。まず牛肉を切ります。牛肉は細切りにしてください。細切り、はい、はい、このブロック肉いいですね。おー、いい感じ。まあ1センチぐらいずつでいいってことですか。はい、はい、1センチずつぐらいの細切りに牛肉をまずはしていきます。はい、切り終わりました。はい、はい、それでは味付けをしていきたいと思います。はい、まずこのアルミのボールみたいのにこうやってお肉を、はい、細切りにしたお肉を入れて、はい、はい、味付けです。はい、まずは塩コショウ、はい、どんなもんですか。まあこれは適当に、全体に適当で、はい、はいはい、辛めがいい人は多めに入れて、はい、はいはい、ですね。まずは塩コショウ、ケイジャンソースですね。ケイジャンソース、先ほど言ってたケイジャンソースをお肉に、またこれも、はい、これも適量です。適量です。そんなに大きくなくていいです。バーベキューですから、はい、外遊びですから適量ですよ。いい感じですね。はい、オリーブオイルです。オリーブオイルをまぶします、はい、これも適量、はい、もうこれだけで美味しそう、とても見ていて。で最後にレモンですね。はい、レモン汁を最後に入れていきたいと思います。結構たっぷり入れちゃっていいです。あ、いいですね、はい、これ多めが、多めがいいです。なるほど、はい、さあビーフファフィータスのお肉の味付けがこれで OK です、はい、そしてこのアルミのボウルの中にパプリカですね。パプリカですね。それから玉ねぎ、玉ねぎ、オニオン入れるわけですよ。あとマッシュルームですね。マッシュルー ム, マッシュルームね、入れるわけですよ。はい、はいはい、この状態にします。この状態にしてこれを焼いていくわけですね。はい、はい、では焼いていきたいと思います。はい、じゃあエデさん、これを、はい、そしたらオーブンに入れて焼いていきます。はい、どれぐらい焼くとか目安は、30分ぐらい、 あとは様子を見て焦げつかさないように気をつけて焼いてください。はい、全体的に火が通れば、はい、OK ってことですね、はい、じゃあこういう感じでお肉と野菜たちを焼いていきます。お肉たちが焼けるのを待ってる間にレタスを細切りにしていきます。これも1センチぐらいの幅ですかね。はい、ということで、はい、エデさん、ついに焼き上がったわけですね、はい、これが噂のビーフファフィータス、はいはい、
じゃあこれをどんな感じで盛り付けていくのか最後見せていただきたいと思います、はい、ビーフファフィータスお願いします。じゃあこれはまずトルティーヤの皮ですか。トルティーヤの皮です。はい、これ1枚取ります。はい、そしたらこれはクリームチーズ、はい、はい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 、クリームチーズです。皆さんこの皮の上にね、皮の上にクリームチーズをまず塗ります。塗る、はい、塗ります。はい、まあ、適量で、はい、お好きな方はたくさん塗ってもいいですけど、はい、そしたら、まずレタスですね。レタスをトルティーヤの皮の上に乗っける。でからこれがさっきのビーフですよね。ビーフです。うまそうに焼けてる。でパプリカとかもちょっと野菜も乗せます、はい、色付け食感最高ですよね。でいい感じに盛り付け。でチーズです。はい、チーズ、チーズはやっぱ乗っけないとね。メキシカン、はい、いい感じです。でお好みで辛いのが好きな人はサルサソース、サルサソースですね。はい、でお好みで、アボカドのディップです。なんて名前でしたっけ、ガカモレです。ガカモレ、ガカモレです、はい、ガカモレ、皆さんお店で探すときはガカモレ。はい、完成しました。はい、完成しました。こちらがビーフファフィータスです。ビーフファフィータスの完成です。結構簡単にできちゃいますね。はい、簡単に、この材料でできちゃいます。はい、どうですか皆さん、美味しそうでしょ。じゃあ早速試食、秋吉いっちゃっていいですか。はい、じゃあ一口目いただいちゃいますよ。デさんの作った、いきますよ、いきますよ。お肉が噛み応えあってだけど中柔らかい、めちゃくちゃ美味しいです。これビーフファフィータス、野菜たっぷりですから、はい、はい、野菜も取れるし、取れます、お肉も美味しいしね、これモテレシピですよ、ビーフファフィータス。皆さん今年の秋バーベキューぜひこれ作ってみてください。はい、レイさん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。絶対作ってよ、来週も見てください。ザ・カズオ HMTV ありがとうございました。 Thank you。 今後も僕の周りの楽しい人や楽しいことを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。